楽天スーパー Wi-Fi と Windows XP との接続方法です。設定の前に同梱されている無線 LAN 初期設定のシールを用意してください。楽天スーパー Wi-Fi 本体の電源を入れます。電源ボタンを約5秒押してください。本体のディスプレイに Wi-Fi が表示されていることを確認してください。次に楽天スーパー Wi-Fi と Windows XP を接続させます。スタートメニューから接続を選び、ワイヤレスネットワーク接続を表示させます。ワイヤレスネットワークの表示をクリックします。リストの中から無線 LAN 初期設定シールの SSID の欄に記載されている文字を選びます。 GL04P の後の文字は製品ごとに異なります。接続をクリックします。ネットワークキーの欄に WPA キーを入力します。 WPA キーは無線 LAN 初期設定シールに記載されています。ネットワークキーの確認入力欄にも同じ WPA キーを入力します。接続をクリックします。画面に接続と表示されれば完了です。灰色の文字で自動と表示される場合は接続できていません。もう一度 WPA キーを入力し直してください。インターネットに接続されましたか？それでは楽天スーパー Wi-Fi の高速通信でインターネットをお楽しみください。